おこですよ。やっはー、前髪戻った。安江な、前髪戻ったくない？なんか前髪戻ったくね？え、なんかえすごくない？なんか一緒にして、私はもう前髪じゃない、配信をねしたかったんですよ。前髪戻っておもろいかも、なんか無理かも。もうやっほー、こんばんは。ミヤティさん、花びらありがとう。だクロちゃんのは結構前に投稿確認してもらった。今っていうか、さっきお願いしたのがまだなの。インプレッションの未中間報告が見ました、ありがとうございます。それに関しては切れてるんか喜んでるんか分からん。違うんです、もうインプレッションのやつは今日載せますっていうのがもう来てるので、私はもう見てます。もう数時間前にもう気にならなくなった。じゃあ気になってたってことやん、ちぎれた前髪が。あけもさん、お団子ありがとう。そうだよ、髪ちぎりますちぎられた投稿しようと思ったのに、もう見てくれなくて。お風呂入ってるのかな。もうこんばんは、普通にこんばんは、やっほー、こんばんは。ちょっと待って、やっほー、こんばん。マッチさん、花びらとお団子ありがとう。夢カットの段差がない、そうだよ、なくしてもらった。これにし、これだから。でも髪縛ったら逆に私はこっちの方が好きかもって思った。こんばんは。サッチ抜けたら、でもサッチはクロちゃんブーストがあるからちょっともう分かりません。こんばんは。こっちなんか髪縛った時よくない。文吾さん、花びらありがとうございます。お団子もありがとうございます。リキエネさん、高松愛ちゃんさん、花びらありがとう。リキエネさんありがとう、花びらありがとうございます。ちょっと映れないじゃん、ほら。でもなんかここの長さがあれだけど、どう？うん、私はもう最近もう1億人にバズれのせいでもうふわーってなってるから、もうありがとうございますなんですけど、ありがとう。駅員さん、花びらたくさんありがとう。叫び声、どういうこと、もうどういうこと。そう、ポニっていいでしょう。福丹さん、花びらありがとう。ほら、わかる？言いたいこと。だけさ、こっちの方が良くない？一旦落ち着こう。それ落ち着こう、普通に。普通に落ち着いて、自分ピースって。あ、ひーちゃんが配信始めた。いけピースさん、花びらありがとう。落ち着こう、みんな。みんな落ち着こう。みんな落ち着いて。私が一番落ち着いて、普通に考えて。私が一番落ち着いてくださいって感じなんですけども。落ち着いてください。はい。みやひーさん、お団子、ありがとう。栃木のスーさん、花びらありがとう。やっほーい、みんなやっほーい。落ち着いて、落ち着いてるよ。ポニテで配信して。無理、もう暴れてるから。ポニテで配信しない。なんかこう髪縛るとさ、まだ寒いんよ首元が。だから無理。その明日はね、甲子園でも、明日甲子園雨らしいよ。我の母校はまた試合ができないのかもしれない。ここにいて、我々は冷静。高松愛知内さん、花びら、馬ちゃん、花びらありがとう。死ぬ死ぬ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。
ちゃったじゃん。もうボサボサになっちゃったから。出演料払うからメールの話住所に行ってません。友和さん花びらありがとう。これの片付けしてもいい？片付け？これやだ。あ、いいよ。2.5 期生さん、え、 2.5 期生さんは雨女って聞いたことあるよ。言ってた。 2.5 期生さんと違う。ココアさんもなの？いちごちゃんはわかんない。よしひろさん花びらありがとう。今お疲れ。カイトさん花びら。よしひろさん花びらありがとう。ありがとう。そういう花びらを集めてるのでよかったらください。やだかわいい。あ、ありがとうございます。マシュマロ入って。え、違うんよ。あのね、あっちの方だったの美容室が。実際行ったの？え、そうで、あれがあったの、家で欲しいって言ってるやつが。どれ？あれ、あれがあったけ、うん、えって思って3回か4回やったんだけど、うん、普通に取れなかった。え、かわいい。かわいいなの。なんか一人で恥ずかしかった。若者がいっぱいいる。そんなに撮ったの？かわいい。甘やかされてます。よしひろさん花びらありがとう。ともともすごい。 2.7 期生さん違います。ありがとう花びらたくさん。嬉しい。サンキュリーになっちゃった。ありがとう。 2.7 期さんありがとう。花びら本当にありがとうございます。釣ってくるので困ってます。え、でもそうやってリプ編を、リプ編企画に返事をしてるっていうのが良くないじゃないですか。そもそもニャッヒーさんありがとう花びら。あ、マネージャーさんが OK って。ちょっと、ただいま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 、ごめんただいま。え、半目だった。もう最悪、終わった。人生もう、人生終わった。半目で終わった。もう終わりました。私の人生は半目で。寝言わかんない。点7 腹ペコなイメージ。いやめっちゃ喋るね。リプ編企画安定してインプレ伸びる。いやそうなんだけど、なんか私がリプ編企画を3月してないなって思った人はいますか？それについて説明しましょうか。説明していいですか？理由があるんですよ、ちゃんと。こんばんは、こんばんは。もうほんまに気まずい。普通に川ちゃんさん花びらありがとう。え、 X 投稿できたかね今ので。秀太郎さん花びらありがとう。 Thank you。私が3月リプ編企画をやらなかったのにはちゃんと理由があるんですよ。忙しいからとかではないんですけど、まあ忙しいのはあるんですけど、ちゃんと理由があったんです。何ですか？ニャンティさん花びらありがとう。ありがとうございます。もうちゃんと理由があるんです。もう聞いてください。それでは聞いてくださいって感じ。なんかわかんない今。いや、なんか別になんかその人が悪いとかって言いたいわけじゃないんですよ。私は1ミリもその人が悪いとか、なんかもうなんかその人のせいとかそういうことじゃなくて、なんかリプ編企画って、あのリプ編のさ量とか内容とかがさ人によってやっぱ偏っちゃうじゃないですか。なんかそれについてなんか結構なんかピエンみたいになっちゃう方もまあいると思うよ。それはまあそれはそうだと思う。自分がリプ編で帰ってきたのと他の人の比べて、なんか自分の分量がめっちゃ少ないとか内容がめっちゃ薄いとかっていう風に感じちゃったら、なんか悲しくなっちゃうじゃん。やっぱ悲しくなっちゃうよね。なんかすごい、もうなんか本当に、それは私が悪いんだけど、私が全員平等に返せいいだけの話って言われたら、まあ本当にその通りではあると思うんだけども、やっぱそういうの、それって難しいじゃないですか。その返した時期とか、その返した時期とか、その時のあのなんか話すことの内容があるかとかもさ、いろいろあるからちょっと難しくて、なんかやっぱそういう風に思う人もいるな、いるよなって思いるんだなっていうのを思って、そうなんか3月どうしようかなって思って、まあちょっと忙しかった時期っていうのはあって、3月はねやってないんですよ。気づきましたか皆様。ゆゆゆさんお団子花びらありがとう。なんかうーん
気持ちが分かってるっていうか、なんか言われたんですよそういう風に。だからでも確かにそういう風に言われてからなんか自分がどう返信してたかなって思った時に、やっぱりなんか別にこっちはそういうなんか嫌いだからとかなんかそういう意味でやってるわけじゃないけど、やっぱりその偏っちゃったりとかするしてるなって思って、やっぱり見返した時にね、別にそういうつもりがあってやってるわけじゃないんだけど、もうほんまにごめんなさい。だからいや別にその人が悪いとかじゃないし、なんか本当にその人の言ってることはすごいわかるし、なんかそういう風に思わせてしまったことが本当にごめんなさいって感じなんですけど、私が悪いんですよ。そう、週があって出遅れた。お疲れ、きよしさん、なれかりさん、花びらありがとうございます、ありがとう。だからもうなんかどうしようかなって思って思ってたら3月はねできなかった。マネージャーさんとか、自分のマネージャーさんともなんか話したんよ、なんかやっぱこういうのもあるからみたいな。もう全員に全員もうめっちゃ平等に返せるかって言われたら、やっぱ人間だからできないって思って、っていう真面目な話をしちゃいました。やっほー、髪切ったよ、投稿したんだ X でね、投稿したんだけど髪の毛切ったの。かすみんかすみんもねリップ編企画やってたよね。そう、しかもリップ編企画はやっぱり全員返したいじゃないですか、やっぱり。でも全員返すってなるとめっちゃ時間がかかって、忙しかったり毎日レッスンあったりとか超忙しくて、なんかもう何日後に返してるんですかみたいな、時差も生まれちゃって、なんか申し訳ない、いろいろ。そうなんですよ、申し訳なくて。いや違う、その人が悪いとかじゃない、そんなこととかじゃなくて、でもそれを言ってることは確かに正しいし、なんかそうだなって思うから、別にその人のことをなんか悪く言うとかではやめてほしいって感じ。後ろは切ってないの？いや切ってるよ、めっちゃ。あ、バイト終わりだから X まだ開いてない。そうなの、お疲れ、バイト、お疲れ様です。何？家ないもの。違う？落としたよね。住民？ズズズバタバタみたいな。鍋さん、お団子ありがとう。そうで、ちょっとなんかもうどうしようかなって思って3月はできてませんでした。でもしたいんですけど、私もでもやっぱそういうのをいろいろ考えてしまうんですよ。北沢実は真面目なんで、ちょっといろいろ考えちゃってごめんなさい。髪型？本当？でもなんか前髪戻ったんだけど。ねえ前髪戻ったくない？なんかでも湿気でふわふわしてたのかもしれない。そう、難しいよね。難しいよねって思って。なんかやっぱもうバズレの投稿ももう私を悩ませている原因って感じ。違いが分かる男、リプ編企画は無料の。確かに難しいよね。大喜利リプ編って何？ターくんさん、だるま、かんすけさん、バラありがとう。アカウント消えた、大丈夫？普通になんで消えたの？今日も可愛いね、ありがとう。ペインしますって気持ちで十分嬉しいから、気にしないで。いや気にしちゃうんですよ北沢は。まあなんかでも別になんかそんなもう別にその人が悪いわけじゃないし、だからなんかそういうこと言う人がいるんだねみたいなのもあんまり言わないでほしい。なんか申し訳ない。花びら、キューさん花びらありがとう。いやもうだから3月はリプ編してないのはそれが理由です。しようかな、でもしたいんですよ普通に。でもなんか今は多分でも忙しいしなって思ったりとか思わなかったりとか。でも3月でできてないからね、毎月しますとか言っちゃってたのにもかかわらず。誰かいさん、花びらありがとう。ログアウトしちゃってログインでき、あ、そういうこと。なんかもうアカウント消されたのかと思った。何したんかと思った。くしゃみが出そうです。あ、でも出ませんでした普通、はい、ごめんなさい。カイトさん、花びらありがとう。 Thank you、 ありがとうございます。カナのリプ編でまた話したいって言うとか、次も行かなきゃ。え、じゃあ私もまた話したいんですけど、それに関してはどうお考えですか？圧がやばい、なんか急に花粉飛んできた。もう急に花粉が飛んできました。
怖い怖いですか、私のどこが怖いんですか。ついさっきのスタイクス、え、あのシャンパンタワー違うかな。花粉は防げないよね。なんか今急に花粉飛んできたんだけど、びっくりびっくり人間って感じ。時間切れだったこともあるの？時間切れなこともあるの？まあでもそうよね、期限期限ってか何時までとかもあるからね。ちょっと待ってね。雨の日の方が辛いっていうね、言うよね。ワイの、いやワイの締めとイチゴはセットで取るに決まっとるやん。どっちか片方しかの日なんてありませんから。あ、そうなんですか。それはもう私も推しメンって言うんじゃないんですか。違うか、違うか、間違えちゃった。雨の日花粉やばい。マジで買ってきた。え、見た見た。え、なんかさ、あれみたいだなと思った。あのルフィのさ、あのルフィがさギアフィフスだっけなった時のさ模様みたいな。なんて言ったらいいのかな。友人さんハートありがとう。うん、蜂じゃないですよ。それはあの子に怒られるから。確かに怒られちゃうね怒られちゃいますよ。まあ怒られてもいいみたいな可能性はない、ないか。 TikTok でワンピースのアニメがやってる。そうなの？どういうことどういうこと。ナオさん花びらありがとう。今さ少年ジャンプ表紙がさワンピースだったんよね。お友達枠？え、おかしいな。さあ他の人は何枠なんですか。全員一人ずつ説明できますかやばい、ごめんごめん、もう拾っちゃった、ごめんなさい。ミヤヒーさん花びらありがとう。ギアフィスみたいな、アラベスクっていうの、柄が、柄の名前が。ナオさんお団子ありがとう。雨降った次の日は花粉さん頑張る。え、じゃあ終わったわ明日枠。うん、どういうこと。やっほん、あら、また配信してますか。サインおめえおめえありがとう。そう、配信中です。なぜなら私はただいま、あのさ、桜じゃない、桜じゃない、春ギフト、違う、なんだっけ、を頑張って30万ポイントでアバターが作れるので、それを作りたくていっぱい配信しようかなと思って。エキピさん花びら、あー、ありがとう。待って、これ何、なんて言ったらいいの、ちょっと待って、スクショしよう。ありがとう。なんだ、桜、桜タワー、桜タワーかな。キューさん桜タワーありがとう。桜タワーで合ってる、なんか桜タワーで合ってますか。え、ありがとうございます。そう、え、嬉しい。この春のさ季節のギフトはさ30万ポイントの方には加算されるんよ。え、本当にありがとうございます。お礼書きたいけど今近くにホワイトボードが存在しない。え、どうしよう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 。ちょっと待ってください。いちごが何枠か。果物枠。ということ。よいしょ。ええー、ありがとうございます。いちごやっほー。ナーピさんは妹枠。よくわからん枠。おかしいやろ。おかしいですよ。それ言い逃れ不可ですよ。あ、私がコビー大佐を書こうとした形跡がある。水曜日は晴れるの ？I love you。Really? Doubt。 リンゴさん花びらありがとう。春ギフトありがとうございます。なんか隠せるときにやったらログインできなくなった。あ、そうなの。ちょっと俺書くね。ちょっとありがとうございます。これ桜の木とかで合ってるんかね。本当にありがとうございます。リンゴさん花びらいっぱいありがとう。うわ、花びらも花びらシャワーだ。ありがとう。こんばんは、ありがとう。メンヘラ枠おかしいやろ。そう、あのさ、私お礼をさちゃんとできてないのもいっぱいあって、落ち着いたらしようって思っても落ち着くことがないんですよね。だから待っててください。こんばんは、話遮ってごめんね。いや全然、ありがとうございます。
わあ、リンゴさんも大量の花びらありがとう。あの司会お疲れ、こちらこそ。満開タワー、満開タワーなの。あ、間違えた。グッズって書こうと思ったらさ、巣をちっちゃくしちゃった。もうこれくしゃくしゃってしていい、ごめんなさい。今日の日付は25日だっけ。今日25日だっけ。ありがとう。2024 2月25。ありがとう。隣のレーンでも堂々と。確かにね、それはが偉すぎると思う。満開タワーっていうの。リンゴさん綺麗、ありがとう、ありがとう。お尻の友達枠 M900A さん、花びらありがとう。25日か。ゆちゃん、ゆちゃんさん、もうゆちゃんでいいか。ゆちゃん、花びらありがとう。 Thank you for 花びら、ありがとうございます。嬉しい、花びら本当に集めるのでよろしくお願いします。こんばんは。間違えた、ごめんなさい。もう声の最低で書き直してって思うよね。本当にごめんなさい、許してください。本当にごめんなさい。花びらありがとう。マチさんゼロタピさん、ミヤヒーさん、花びらありがとう。じゃん、ちょっと桜の木タワー合ってるかな、満開タワーだっけ。ありがとうございました。ちょっと、めっちゃここもミスって、ここもミスって、もう最低ですって感じなんですけど、ありがとうございます。じゃん、 Thank you、 Thank you。 読めてるんかね、これ。読めてますか。慌てちゃいました。ありがとう、 Thank you。 これは北沢のサイン入り、サイン入りです、サインです。カイトさん、花びらありがとう。見えてる、よかった、よかったです。本当に Thank you です。もう絶対アバター作るので待っててください。達筆やからしっかり読める。本当、やっぱ字うまいってことか。私急にイキり出す。嬉しい、ありがとう。字も褒めてくれて。私もうね、字は綺麗に生きていきたいから、なんか書いてもらう。書きたい、書きたいですよ。見て、ミホーク書いたのがあった。これミホーク、ガープ書きたいんだよね今。ふやふや水神さん花びらありがとう。コビーもね書き途中。わたあめさん花びらありがとう。ちょっと待ってください。あ、わかったよ。ごめんね。はいはい。もう。わかった。あ、これ。はい。はい。ちょっと赤ちゃんをあやしてました。
どこまで読んだっけ。わたあめさんありがとう。そうガープ書きたい書いてたじゃん。だからさ私も書きたい。さっきちょこっとだけ X 増えたけど3位キープなんだね。この調子でいこう。そうそうなんですよ。今日発表中間発表みたいなのが開催されたんですけど、そうありがとうございます。でも私はいつも万年3位女なんだって思ってごめんなさい、ちょっとそういうつもりはないんだけど、でもみんながいつも拡散してくれたりとかしてくれるからです。ありがとうございます。ただいま、お疲れ。ただいま、本当にありがとうございます皆様でもね結構もうね難しいから、まあ、麦リポ麦リポしてくれるの、ありがとう麦リポフォローありがとう。ちょっと待ってね、確かに今月2回されてるこれ発表。あフォローありがとう。おかえりただいま。赤ちゃんをあやしてました。そうでも3位ってなんかちょっと不安になっちゃう。大地さん花びらありがとう。通知うるさくするからミュートかな昇格のインプレッションの中間発表そうがあったんですね。本日リポストしたんだけど公式 ST の公式 Twitter X かからありました。今日はじめまして、はじめましてありがとうございますえ見て足ついたってこと、うん、昇格しようね。うん、なんかもう分かんない。もうなんか自分が昇格したいのかしたくないのかも分からない。もうなんかもう何も分からない。私はもう今闇期突入元からかいつも病んでる。はじめまして、あ、これ読んだ、ありがとう。佐藤しおりさん推しいいよね。追われる方より追う方が楽しい。待ってるより、待たせるより待ってるのが幸せな時間だよねってこと。ひーちゃんがいちごさんの髪の話しても直すために切るのが嫌で無理って言ったんじゃなくて、え、知ってるよもう。え、別にひーちゃんが嫌だっつって切ったなんて1ミリも思ってないよそもそも前髪いやそうなんよ、前髪ちぎられたかと思った。なんか時間経ったらなんかいい感じになってきて気まずい。なんか普通にでもやっぱりなんかここなんか歯がなんか抜かれたって感じ。なんか美容師さんがなんかここ前髪間引きますねみたいな、間引くとはって思って、そう気づいたらこうなってました。髪の長さ自分の好みに合わせてきた、えそんなつもりはないんですけど、なんか合わせもあったり、あとなんだっけ、ミツさんの質感があったりとかいろいろあるので切れるときに切っとこうって思って、結構ボサボサ系人間だったのでね切った。でここのレイヤーはなくしてもらって、ちょっとでもこっちこれはこれでよくないみたいな。ちぎられました、こんばんは。意思が優先だからありがとう。楽し準備中なの。じゃあもっとあの準備してください。準備はもう終わってもうなんか移籍違う、住居転移なんて言ったらいいの、なんか引っ越ししてください。引っ越しわかんない。こんばんは。こんばんは。言い方が自分してすみませんでした。ごめん、なんかそんなつもりじゃないかった、そんなつもりって感じ。いや違うよひーちゃん違うよ。ごめん、なんかごめん、なんかごめん、私なんかさ最近さなんかごめんみたいなこと多くて気まずいんだよね。なんかごめん、カリスマ説一瞬出たけどそうでもなかった。いやわかんない、なんか美容師さんは私まず前髪どうしますかって言われて、いや前髪はなんか最近切ったので1週間前とかに切ったので、まあ、切らなくて大丈夫ですってまず1回目言ったのよ。でだけどなんかその後になんか流すのであれば下の方をすいた方がなんかいいですみたいな言われて、あでも大丈夫ですって言ったので、だけどなんかもう一回でも間引いた方がこういいですみたいな言われて、もうはーって言ったらやられました。楽しいなるしか
なるしか。スノーリンリンさん、花びらありがとう。花びら本当に集めてるのでお願いしますよ。お願いしましたよ。聞いていいんかな？告知って何？なんて読む？どういう意味ですか？誰か教えてください。なんかごめん、内心で思える人に配慮できる。あ、すごい、なんかごめん、普通にごめんなさい。なんか優しいか、優しい心だね。そちらも、そちらも優しい心だね。じゃあ私たち優しい心同盟ってことでいい？広島の美容師さん、なんか多分聞いてくる。なんか美容師さんって結構前髪切ろうとしてくるんだよね。そう、意志強かったの。気を使いすぎなのでは？うん自覚あり。そう、主張してくる人。山梨県民やないんか？山梨県民ですかってことを私が、あ、山梨県民ですよ。山梨県出身ですよ。あ、そういうこと？どこ出身なんかって聞いてるってか、そんな言うわけないじゃないですか。それは秘密って感じ。キモ今の。住民票いちごの前髪。え？ちょ、結構家賃高めなんですけど大丈夫ですか？高級請求します。スノーリンリンさん、花びらありがとう。ゴッティには気を使わせてしまって申し訳ない。いやごめんなさい、こちらこそ。え？だよね、言わないよ。こんばんは。国中地名それ、もう分かんない分かんない、もうどういうこと。気を使わせ、いや、なんか私最近思ってることがあって、なんか最近私のファンの人がなんか多分私に似ちゃったのかわかんないけど、ちょっと減らっちゃいがちなんですよ。なんか減らせてごめんなさい、みんなのこと。もうやっぱさ、推し活しとってさ、減らるのってあんまり楽しくないじゃないですか。だから楽しくやっぱおたかつしてほしいからね、ごめんなさい。ゴッティっていうのもありな。そう、ゴッティは 2.5 期研究生の先輩の岡田あずみさんが、違うわ、同期の3期の同期の長谷川ノアちゃんが私のことイチゴッティって呼んでたんですよ。それをその岡田あずみさんがゴッティって言い出して、そう、ゴッティ呼びが定着してる。でゴッティの T はT、 英語の T で言われることもあります。山梨の梨のあたりに住んでる。あ、そう、山梨の、そう、梨のあたり。どういうこと？宝くじ当てて永久に住み続ける。宝くじ当てたら、え、私も当てたいんだけど、どうしたら当たるんかな。え、当てよう、みんなで。こんばんは。ヘラルって何ですか？ヘラルはなんかもうなんかピエンな気持ちになっちゃうって感じ。推しに似る、似ちゃったのかな。こんばんは、こんばんは。そう、あずみんさん、だからイチゴッティって言ってたのを安住さんがゴッティって呼び出して、もうゴッティになった。そう、イチゴッティって呼び出したのはノアミョン。なんでイチゴッティなのかわからん。ノアミョンはイチゴの紅茶、イチゴティーね、イチゴティーと私を写真に撮って喜んでた。イチゴティーだーっつって。そう、安住さん。宝くじは買うと当たるよ。確かにね、買わないと始まらないってことでしょ。確かにそれはそう。あ、赤ちゃん、赤ちゃん、ちょっと待ってね。
最低だからもうありえないから見て、ボサボサにされたんですけど、普通に最低だから。声のコールがゴッティって言いやすい、超絶かわいいゴッティってこと、いやイチゴって言ってるよみんな。まあボサボサにされた、ぐしゃぐしゃにされたんだけど、そう保護者し夜泣き夜泣きや消えた。そうベイビーがね、静かだから忘れてた、もうもう最低だからって。あーもうごめんって、もうおっなんかベッドを殴ってる怖い怖い怖い、もう仲良し手以外出すの読んでね、イルカから検問と検閲か検閲通るかなんだけど、その検閲に通るかわからないような内容を書くの怖いから。まさきさん花びらありがとう。いちごもうそれはもうちょっとパクっちゃってるから、そうもう暴れてるあの人、もう前髪はちぎられました、ほらちぎられました。まこにゃんさん桜餅ありがとう、 Thank you 桜餅。そうママ大変ですよ、なんか暴れてた自分の、どういうこと。信玄餅ですよ、いやどう見ても違うけどありがとう。じゃあ信玄餅、なんか信玄餅みたいなギフトあるよね、風呂敷みたいな、あれ信玄餅みたいって思ってる。今日は格別に可愛い前髪ちぎられたから、前髪ちぎり被害によって可愛いってことですか。じゃあ前髪がちぎられないと可愛くないってこと、じゃあ毎日前髪ちぎろう。え、わかるよね風呂敷めっちゃさ信玄餅に見えん、あれ。お話し会ではなんて呼ばれることがいいの、お話し会ってか、でも基本いちご呼びが多いけど、でも次にゴッティ、北沢のあだ名はいちごっていごっていざわは他なんかあるみんななんて呼んでんの、ママまあママっていう時もあるリアチューが私のことママって呼ぶけ、そうちぎられた、やべえわ、いちごちゃん楽し決定かも、頭がやばいからってこと、よかった、やばくて頭がやばいから楽しいになってくれってこと、よかった頭やばくてよかった。そう、焼き坂さん大好きだからさ、焼き坂さんの話しようや、毎日前髪ちぎる、もう毎日もこうやっても朝起きたらちぎってきます。のにんにんさん綺麗ありがとう、5も加えてくれ、確かに5もあるわ、5の一文字の時もある、普通に意味わかんないからもう。ザワはねあんまり呼んでくれない、お話し会の時なんて呼んでる、え、いちごじゃない、みかん、いやみかん呼びはない、でもダンスの先生はリンゴ私のダンスのね、さ教えてくれてるダンスの先生はね、うん、私のことをね、なんか多分もう先生もねいろいろ立ち位置を教えたりとかいろいろ頭がいっぱいいっぱいの時ね、え、リンゴはって言うから、しかも2回ぐらい言われました5が残りすぎてリンゴって言っちゃったらしい。聞いてこの間さ、なんかいちごが笑う時のレッスンなんだけど、普段あまり関わらないダンスの先生が、前話したんだけど、リアチューのことずっといちごに言われたと思って、リアチューなのにリアチューのことずっといちごなんで、リアチューも否定しないの、なんなの、どういうこと、どういうこと、詰まってきちゃっていちご今日おらんだけど誰もなんで教えてあげないの、さんきいたでしょ、さんきいっぱいいたよ、なんでさ、違う、私とリアチューでリアチューのことでいちご強ってるよねって普通に、それは名札つけてたの、つけてるはず、つけてるはず、いちごってずっとリアチューもう何も似てないなんでだろうね、わかんない、え、しかもそれそのレッスン私参加しないレッスンじゃん、しないレッスン、もともと元からその名前のところにも存在しないわけじゃんそうだよ、なぜかいちごって言われ て、もう私欲しいやん、もういちごって名前がやっぱりインパクトあるからさ、あるから間違えたんかな似てるよ私とリア中、マスクしてたら似てるとか、マスクしてたら別に似てないよな、そう、ケヤキオタクです、ケヤキの話、もうケヤキの話したくてもう発作が起きる、発作マグナって感じ、
ゆっちゃん桜餅ありがとう。 Thank you。 ゆいにゃんにも変なあだ名、赤ちゃん、推しは赤ちゃんって呼んでる。ゆいにゃんがママおかしいやろそう、ママもうめっちゃ笑ってる。もうリンゴは多いから。リンゴはあかりさんもいるし、もうさやかりんさんもいるし、りょうつんさんもいるから。もうやっぱダンスの先生は推しのことをリンゴって言ってきた、りあちゅうのことをいちごって言ってたり、もうパニックですはい、もうパニックです。こんにちはりんごちゃんって言ったらいちごですって冷静、あそう冷静に対応していきますから、親子だからだよ。でもなんかたまにね、お話し会とかでもなんか違う果物の名前で呼んでみるみたいな、なんかやつやってくるよね、みんな笑いすぎだよね。カイトさん花びらありがとう。 Thank you。 ありがとう。リアチュはなしちゃん、なしなしあんずちゃん、それは言うなやから。確かになしあんずちゃんだよ。フルーツとかありそう。サンキュー教えてくれてる先生は私のことをリンゴって呼んできますし、間違えてね、結構素で間違えてリンゴって言ってくるし、なんか気づくのに数秒いるよね、なんかみんなえみたいな。マジでやばい。何もろ。しかもなんか会ってすぐの時とかじゃなくてさ、そう結構全然経ってる、ね、最近だよね。しかも、うん、あんまり関わりのないダンスと先生はリアチのことイチゴって言ってます。もうパニックです。もうみんなイチゴ全員イチゴやばい。実はリンゴって読むの読まないよ。あやにデイさん花びらありがとう。ちょっともう名前が出てこない。リンゴ枠多いよ。マンゴーって言われる嫌です。こんばんは。寝るところ寝るの、おやすみ。じゃあ寝る前に北さんのことを見ておこう。タンメさん花びらありがとう。リンゴって呼ばれて返事した、なんかえみたいな、結構ざわついたよね。ざわついたん時え、リンゴがみたいな、リンゴがここでみたいな言われて、ええってなって、みんななんかえざわざわざわみたいな、ざわざわしたよね。でもざわわって感じ。ああ来たぞ。はい、さあいます。あ、そのベリーとかも呼ばれる。あなたいいわおもろい。あそう、なんかありがとう、なんかデヴィ夫人みたいな、あなたいいわおもろ面白いみたいな、ありがとうデヴィ夫人みたいな褒め方ありがとう。あの時間にそんな余裕があるとか言われたかったじゃあ次はみんなやってみても。のしこっこくんさん花びらありがとう。なしも渋滞、フルーツだった、そうフルーツだった。なんでも、でも私なんか書道教室通ってたんだけど、書道教室の先生がなんかおやつに芋食べたんだって、焼き芋を。でも焼き芋食べたから多分脳が焼き芋で支配されてたのかもしれないけど、私のことをお芋ちゃんって言ってきたもん。違いすぎる違いすぎると思ってんってなって、お芋ちゃん間違いすぎなのではって、もあ、はい中国ですみたいな、気まずかった。小島さんみたいに返す。確かに大島さん小島だよみたいな感じで、りんごちゃんいちごだよ確かにやろうかな、こんばんはやっほー。ストロベリーちゃんって呼ばれる、え、あるある全然。私は日向坂さんの推しメンが金村美玖さんなんだけど、金村美玖さんの握手会であだ名つけてもらった時はベリーちゃんって言われた。そうざわついた。初見です、ありがとう。そういえばかわゆいちゃん今日美容室に行ったらしい。え、ちょっとドキドキが止まらない。美容室に行った、シンクロときめきって感じ。あーそっち、あ、ごめん、あごめん、セーター。いやそうだから、おお HKT さん、いやそう HKT さんなのよ。本当に食べ物系なら全部いい、もうおかしいじゃん。じゃあ食べ物系なら全部いいならさ、もう辛ラーメンちゃんとか呼ばれちゃうけど大丈夫、普通蒙古タンメンちゃんとか、なんか醤油ラーメンちゃんとかやると、もうなんで全部ラーメンなの確かに麺限定、普通にカリカリウムちゃんとかでいいじゃん。そう HKT さんかなって思う。おいもちゃんって言われて、うんみたいな。コーヒーは甘党さん花びらありがとうございます、ありがとう。そうミクティさん、んベリーちゃんって言ってた、可愛かった。お寿司といちご、いやもうお寿司ちゃんってこと。よしこっこくんさん花びらありがとう。いちごの品種で呼んでいく、とちおとめちゃん、いや違うわ、ベニホッペちゃん、違います、サオちゃん違います、広い範囲が範囲が違う、もっと広げて範囲を。食べ物ちゃん、あ食べ物ちゃん嬉しい、ありがとう。食品ちゃんとか呼んで
花びら。よしこっこくん花びらありがとう。あだ名考えとく。あだ名発表してくれの。かわゆいさんが指針してくるんだけど、どういうことですかこれは。これが俗に言う勘違いオタクってところですね。ギフタンメンちゃんやばい。ギフタンメンちゃん、シルクスイート。シルクスイートってなんだっけ。焼き芋違う。もう違うよ。お芋ちゃんやそれ。福岡のお話し会を思い出しますね。思い出しますね。おー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 、いい匂いそれ。 STI さん花びらありがとう。塩ラーメンは塩対応やだ。キイチゴちゃん、イチゴちゃん楽しいなりけ。ソラハさんとハッちゃんに挨拶しといて。気まずい気まずい、もう気まずいから、もう気まずいっと。私さ、おはこの前のさ、ツーショット会の時、キマゼットポーズをみんなに強要しようと思ってたのに全く忘れてたわ。1ミリも誰とも撮ってない。キマゼットポーズ最悪。今度撮ったら一番になれるじゃん。そうだよ、撮る撮るか。こんばんは。馬のきらめき、もう何、なんかさ、インカの目覚めっていうさ、じゃがいもの品種あるよね。ごめん、何の話。いちごショートケーキの上の子ちゃん。いや、むず長すぎるから。いちごショートケーキの上の子はもういちごでいいのよ。ショートケーキの上に乗ってる子ちゃん。かわゆいさん、もしかしていちごのリプを待ってるのだ。え、そういうこと。え、そうかな。いや、ちょ恥ずかしい、もう無理だよ。甘王より甘いいちごだよを考えて教えたんだから使ってね、使ってね。いや、そうよね、教えてもらったもんね。何がいいと思うって言ったら、あ、気まずかった。気まぜっとポーズね、今度またさ、ツーショットとかお話し会キマゼットポーズしましょう。春日さん、キャッチコピーに入れてほしい。何を。いちごだよって。ツーショットでギアセカンドお願いしようとして失敗して、え、もうめっちゃ気まずかった。あれちょっともうごめんなさいって思いました。本当にギアセカンドがちょっとすぐには脳裏に浮かばなくてですね。なんかもう名前に対してのツッコミ、クロちゃん、確かにシロちゃん、クロちゃんだよ、クロちゃんだしみたいなやつ。キマゼットとか、いや、そう、ほんまに定着しないから私が考えたもん。何も、山梨ちゃん、山梨ちゃん、こんばんは、こんばんは。山梨ちゃんチームって感じ。こんばんは。イッチーさん、花びらありがとう。画像用意してなかったこっち、ごめん、なんかじゃあ次はしましょう。ツーショット TGC ポーズありがとう。そう、TGC でしょ。一文字ずついくの字あるから、本当にありがとう、こちらこそ。しかもさ、多分さ、足りんかったやん、ケンが。なのに買ってきてくれたじゃん、ありがとう。そう、 TGC ポーズの T と G は取ったんや。だけど C がなくて、そう、めっちゃハーハーしながら来てくれて。端と端だったんや、あのさ、売ってる CD 売ってるとことさ、端と端なんだ。そうだよね、3期生のが一番端だから。ハーハーしてて、もうなんかごめんなさいって感じで。も C も取れてよかった。キマゼうちは指摘されたから、キマゼットうちは、あ、キマゼットに変えてください。つに点々じゃなくて、つに点々ですっていう。私ずっと気になってることがあって、カナウの気まずいっていう投稿全部すに点々、つに点々です。違います、普通に。ヒロさん、花びらありがとう。キマゼットダブルゼット素晴らしい。そう、もう優しい、普通に優しい、ありがとう。あの遠く端から端まで走ってくれて、TGC ポーズしてくれて気まずいね。 TGC ポーズしようって言った手前、ダッシュで買いました。もうありがとう、普通に。そうだよ、ね、優しすぎる。それは C もさ、 C が取れんかったもんね、あのままじゃ。優しすぎる、ちょっと。こんばんは、ありがとう。 TGC もね、意外とすぐだよね。4月13日ということで、絶対来て。私ですか。絶対来て。あ、私出演します。来て。あ、ごめんなさい。気まず警察しようかな。つに点々にしたの。え、へえ、そうやってカナの投稿ばっかり見てるからつに点々にしたって言いたいんだ。へえ、そうだよね。もういいよ。おじいちゃんが使ってる。そうなの。おじいちゃん気まずいとか言うの。言うか別に。チャーハン定食さん、花びらありがとう。よしこっこくさん、花びら。パフさん、花びらありがとうございます。嬉しい、花びらもたくさんありがとうございます。花びら集めをしているので。ウレピーマンです。ユーニャンも TGC 見に来てね。いや、ユーニャンも出演者、うん、出演者の方です。ごめんなさい、
待って、ひーちゃん何、ひーちゃん何、今ショールーム開いたらひーちゃんが頭を抱えて、なになに、もうひーちゃん大丈夫、もう大丈夫、それは大丈夫、ひーちゃん、ひーちゃん今頭を抱えてこんなんなってたもん。ひーちゃんよくやるよそのポーズ。確かに大丈夫、ひーちゃん、ちょっと見よう。 TGC の日ヤバめなものとか、あ、そうなの、大丈夫、撮ったって言ってたよね。ひーちゃんかもう目がいっちゃってるから、どうしたの、ひーちゃん、ひーちゃんどうした、ひーちゃんどうしたの、ひーちゃんお腹すいた、お腹すいたっつっておかしくなっちゃったの、どういうこと、ひーちゃんお湯が出ない説、何があったの、歌ってるしもうなんかもう情緒不安定すぎる、どういうこと、どういうこと、ひーちゃん花びらありがとう、ありがとう、花びら、ひーちゃんピンピンして、いやひーちゃんさっきまで頭抱えてたんですよ、びっくりした、うん、ピース、ひーちゃんもうどういうこと、就活重なる、え、就活と重なってるのに TGC 来るの、大丈夫、もう人生だよ、大丈夫、人生希望だけど大丈夫、普通にもうなんかもうもうどうしたらいいの、私ひーちゃんわかんない、ひーちゃんが、ひーちゃんが頭を抱えてるからさ、ひーちゃんに会いに行かなきゃってことだよね、オッケー、来てほしいってこと、あ、見こっか、じゃあ行こう行こう、よし、始まって行こうか、リチャードさん花びらありがとう、通常運転だった、こんばんは、お疲れ、なんかさリップが薄いんか、なんか、いや違う、血色がないんか、いや服の色が黒いんか、なんか今日なんか何かが違う、あ、熱測る、大丈夫、熱測るとかコメントされてるよ、大丈夫、いちごのパワーで救ってあげて、うん、救ってあげる、ごめんけど髪はもうこれ以上誰にも切ってもらわない、怖いから、ザンさん花びらありがとう、体調悪いんかね、体調悪いっぽいけど、え、大丈夫、それはじゃあ看病しに行かなきゃ、看病しに行かなきゃ、ゆうの連れて行かなきゃ、看病しに、それは行こう、ほら、私やっぱ白いと顔のさ明るさ変わるよね、服の色によって、ジグちゃんいつも誰かの心配をしてるね、確かに自分の心配してって感じですよね、そういうわけじゃないか、前髪 OK なの、もういいよ前髪は、もうどうしようもない、これは逆に何もしない方がいい、そうレフ板理論、しない方がいい、お腹が空くとこうなる、なるほど、兄ちゃん目がうつろだからもう大丈夫なの、あ、ないですって熱は、よかったですね、はい、よかったですね、リラックマさんハートありがとう、就活と TGC どっちが大切なのか教えて、うん、正直こんなことを言ってはいけないと思うんですが、普通に就活説ある、病んでるの？私と一緒やん。やっぱじゃあ私が助けに行かなきゃ。リラックマさん、花色ありがとう。ありがとうね。単押し決定。あ、やった。決定した。なんかイエーイ。ひーちゃん病んでるね。大丈夫ひーちゃん。ちょっとやっぱスタンプ送っとくわ。あもう準備体操してるのかと思った。いつものスタンプ送っとくね。ね、大丈夫かね。響き病んでる、もう私と一緒やん、もうみんな病んでるやん、どうしたん、じゃあ私も病むから、あ、しみさらさんがいいねしてくれた、しみさらさんが今日のバズる投稿をいいねしてくれた、嬉しい、大好き、同じくいちごちゃん楽しい、ほんとか、今日一人ぼっちで買い物行ったらしい、え、知ってる、なんでゆうなんと行かなかったの、普通にゆうなんと行って、ゆうなんも一人で行ってたんだ、そうだよ、ゆうなんも一人で買い物、なんで二人で行かないの、はあ、でも私たちがさアシストしに行こう、うん、うん、大丈夫ひーちゃん、大丈夫も、関節が痛い、大丈夫、普通に楽しそう、3人まで OK らしい、あ、そらはさん
いわく楽しさ3人まで OK とか、あ、じゃあ3人目ってこと、3番目の私、3番目の歌詞か、3番目の私、3人目の私ってこと。練習用にエントリーしただけだから、あえあもうなんかもう主査選択してください、ちょっと喋れなかったです、なんなん言うなん、もうそんなことコメントしないの、そんなコメントしないの、ダメそういうこと言わないの、もう それに対して私がなんて返事したらいいの、もう言わないよそんなこと、もう今言ったら映る、え、いいよ、でもさ私なんかさ風邪ひいたみたいな言ってなかった、言うの大丈夫だったの、お腹すいた、私もじゃあひーちゃんとご飯食べよう、3人じゃ聞かない、私のお世話3人じゃ聞かない、3人まで OK、 セーフセーフ、もうやばい喜んでるからセーフっつって、ギリセーフだったの、よかった、じゃあセーフで、怖い、沖さんの後継者を見つけた、素晴らしい、あ、ありがとうございます、そんな、あ、そうな、沖さんの後継者になりました、今ただいま、え、てかさ沖さんにさ、これ何回見せるねんって感じなんだけど、沖さんにサインもらってきた、私はねこの沖さんの写真集が発売されてすぐにね買ったんよ、自分で沖さんの写真集を、あ、見て、これをこの前のお話し会の時にもう会えないかもしれないからって言って、会えると思うけどあんまりゆっくり話したりとかできんけ、もらいました、嬉しい、優しいよね辛いラーメン今日、え、辛いラーメン食べたいよ、みんな、うん、でもいいよ、終わってから作るから、うん、もうそれはもう私に言われてももうどうしたらいいかわからないので、もう運営さんに言ってください、もう運営さんに言ってください、ラーメン作るの違う、ごめん、なんかもう分かんない、私はどうしたらいいのか分からないので、もう運営さんに言っていただけたらなと思います、本当にもう分かりません、ひーちゃんとひーたんは聞き分けしづらい、いや分かる、それはこんばんは、なんかたまに間違えちゃう、素で間違えちゃう、ひーちゃんとひーたん別に分かってるんだけど間違えちゃう、そう、沖さんにサインもらった、嬉しい、名前がイチゴになってる、いやそうなんよ、だから名前がイチゴになってる、それそうだよ、イチゴちゃんへって言ってもらってるんだから嬉しい、写真集の聖地巡礼してきました、してきたの、いいな、なるかりさん花びらありがとう、 STU の研究生アナドレンね、 HKT さんのオタク、え、 HKT さんのファンの方なの、私はね今村マリアさん推しってか、私は矢吹の子さん推しだったんだけど、今村マリアさん、今現役メンバーは今村マリアさん推し、宮花篠さんも推しだったんですけどって感じで、はい、沖さん卒業したらサイン変えるらしい、あ、そうなんだ、レアなの、じゃあレアサイン、自分も顔も名前もしっかり分けるの分かるだろう、今のひーたんのひーちゃんどっちってなる、確かに、しかも年齢も近かったりとかね、髪の長さとかも、まあ今は違うけど難しいよね、ちょっと最初はね難しいよね、間違った、間違うよね、分かるよ、ゆきさん、レピーマン、え、初めてファンレビ、ありがとう、もしかしてラストサインじゃないかな、でも嬉しい、なんかそう、え、この写真集どうしたのって言われたから、え、買いましたって言ったんよ、なんか、え、全然あげたのにって言われたくださったんかって思って、こんばんは、こんばんは、やばいやばいやばい、赤ちゃんがこんばんは、寝合ってくるしねこんばんは、もう赤ちゃんがもうちょっと待ってください、
いま。振り付けつけないで。ねえ、振りしないで。ねえ、暗闇だから。ずるずる話す。引き寄せて。反対バージョン。してそれ言っても。いいなんかさ、なんかこっち来てみたいなのをさやってたんだけどさ、なんか振り振りみたいになってきた。なんかこっち来てみたいな。ほんまにやめて。研究室ツアーで区別がつくようになった。なるほどね。ゆうなんとゆいにゃんも間違えてコメントする。そうなの、気まず。りんごって書かれてたら面白い。いや、どんなミス。そう、ミルクの時間かな。そうだよ、これはやっぱ自腹で買うことが大事。私はもうだってさ、発売されてすぐ購入したもん。カラオケ専門かね。カラオケでもあんまり普段はしないけど、でもキャンペーン中やけ、まあここ1週間はワンチャンってところですかね。そう、あぶってた。マッツさん、花色ありがとう。ママは大変。そう、寝かしつけ嬉しかったんじゃないかなって。うん、でも本当にさ、だってさ、奥さんの写真集を見る配信してたんよ。本当に奥さんの写真発売されてすぐぐらいの時見た。それ見たの。見た、喜んでた。私ふわーとか言ってた。ああ、床に、床じゃないかった、壁か、落書き。もうやめなさい。でもまあキャンペーン中はワンチャンあります。深夜テンションなのかな。アルバムで話しに行くから待っててね。おかしいよね、最後ゆいにゃんってついてるから。おかしいから。うん、おかしいよ。赤ちゃんだ。写真集開封配信、そう、写真集開封配信した。キャーとか言って、これやばいやばいとか言って、ふうとか言って、何ページやばいとか言って、84ページだからよろしく。あきさんのファンの方がくれたの写真集、いいね。夜泣き？え、夜泣きそばってあるじゃん、あれ美味しいよね。ごめん急に。何してるの？今ナンプレ解いてるよ。それきっかけでいちごの配信見るようになってしまった。あ、そうなの？まさかの。おきさん遊泳禁止配信者出所。何何言ってるか分かんない。そう、それが言いたかった。笑い方やばいよね。飲んでますか。飲んでないです。飲めません。長くて羨ましい。そらはさんに見つかるとやばいので。またね。そうなの。じゃあまた見に来てください。やった。3人目の私って感じで。ありがとう。え、みちさんのやつもねしちゃおうかな。全員最近写真集多いからさ、写真集ってなんかちょっとお高めじゃん、お値段が。だからもう貧血ピーポー、貧血すぎてね。違うよ、違う、そんな配信じゃありません。いちごの指って長く、いちごの指なんかさ、いちごの指長くないよ、ほら。いちごの指はね、なんかごついの。手でかいんですよ、ほら。顔を包み隠せるって感じ。顔がちっちゃいなんだ。ええ、手がでかいんです。顔がちっちゃいなんだ。ココアさん、え、そう、この前みゆぽんココアさんにサインもらっててね。そう、みゆぽんはココアさんのことが大好きだから、そう、可愛かった。しっけしっけしっけそう、バスケ部だから、あ、バスケ部だからなんかね、こう顔をさバスケボールに例えるのやめて。残金23円。いや、そうで、私のお財布に23円しか入ってないから、もう写真集なんて買ってしまったらもうお金がないよ。いちごの写真集ね、こんばんはねーとかちょっと適当に返しちゃった。いちごの写真集ですか。顔が小さいのは確か。あ、やばい、優しい。みんなブックオフでもね買えないよ、23円で。顔小さいアピールですね。いや、違いますね。はい、わー、やってるわ。違いますね。いちごもサインもらおうよ、ココアさんに。え、ココアさんと写真撮ってもらったんよね、そういえば。載せよう。200円で広島に行ったことがある。え、大丈夫、何ができたの。でも違うよ、みんな。ちなみに私は23円しかないって言ってるけど、それお財布の中にの話だからね。スマホの中はお金持ちかもしれないから、それは。やっほー、こんばんは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 、お、やっほー。褒められると気まずく、そう、私褒められると気まずくなっちゃう。ココアさんいい子、ココアさんね、いい人だよ、大好き。なんかそう、
ココアさんとこの前写真撮ってもらいに行ったんよ。したら、あ、なんちゃんの、なんちゃんの、なんちゃんのファンだみたいな言われた。人生方向音痴さん、花びらありがとう。そんなことないよ。いちごお金持ち、いちご23円しかないのに、どこがお金持ちなの。お金ないよ。ココアさんのツーショットね、公開しよう。23円ね、ネキ23円ネキです。23円ネキです。私が一番恥ずかしいのが、お財布に23円しかないとか言ってなんか騒ぎながら配信してたのを、そう、奥のココアさんに見られてたこと。石コッコくんさん、花びらありがとう。ゴキザリーさん、ハートありがとう。ペイペイと交通系、いや、わかる、いけるよね。石コッコくんさん、花びらありがとう。いちごのことをずっと褒めたくなります。あ、その調子です。もうずっと私のことを褒めてください。リコチさんファンより、昨日のお気遣いのお礼をしに来ました。あ、なんかありがとうございます。そう、昨日のリコチさんがもうどういうことって思って、もうリコチさんが心配すぎて昨日はもうびっくり。もうだからリコチさんがもう心配すぎて、もうお塩の家でお湯を勝手に貯めて、リコチさんが来ないとなんかもうこのお湯が無駄になりますよって言おうかなって思ったレベルだった。もう本当にもうなんかリコチさんだって配信中さ、多分急いでやっとおけ、前髪とかめっちゃ乱れとってさ、もう心配でした。リコチさんよかった。でもリコチさんはちゃんと入れたみたいで、こちらこそなんかもうよかったです、入れたみたいで、もう安心しました。優しい、やっぱリコチさんは優しいから、リコチさんのファンの方も優しいんだね。私がメンヘラだから、みんながメンヘラみたいなように。四国家くんさん、花びら、まゆこさん花びらありがとう。全部一応表にする、そんな考えてなかった。ココアさん割と中身が大人だったり、まあでもココアさんもね、だってもうさ、何年目って感じじゃない。こんな、やっほー、久しぶりに会ったらココアさんの事務所社長が前より優しくなってた。そうなの、前は厳しかったの。厳しくされた経験があるってこと、まあ誰のことかはもちろん分かってるんだけど。そうだから、リコチさんまたお風呂に入れないよっていう時代が到来したら、ぜひあのいつでもお待ちしております。入浴剤付きで。心配です。半身浴したみたい。え、じゃ全身浴はできてなかったってこと。え、うーん、大丈夫なんですか。だってさ、給湯器壊れとったらさ、なんだっけ、シャワーとかもできんくない。大丈夫だったのかな。もう風邪ひいちゃう。酒井さん、花びらありがとう。お湯は焼きそばになりました。こんばんは。湿度 85%。 いや、もう本当に水の中で暮らしてるから、ほぼ死者誤入したら水の中で暮らしてるから、もう大丈夫ですか。心配です。私はもういつでもお待ちしても無料銭湯なので、私の住所送っておきますね、マネージャーさん越しでって感じ。いちごって首が長くてスタイルがいいですね。あ、ありがとうございます。でも首長族だなっていう自覚ある。なんかめっちゃ首長いよね自分。一緒にしないで。え、減らってます。みんな減らっちゃった。知り合いの DD ソラハさん推しの方の気持ちが分かってきた。ソラハさん推しの方は DD が多いってこと。どういうこと、どういうこと。いちごちゃん DD だから、みんなも DD。 コンシェルジュみたいになってる。いや、もうだってもう心配ですから。福川さんの話だけで印象が変わった。でも確かに私も厳しいイメージがある。一回もお会いしたことないけど、話したこともないですけど、厳しい方っていうイメージがあるかな。いちごの湯、そう、いちごの湯開きますので、いつでも一声かけていただければ、いちごの湯開催できしますので、なんか給湯器が壊れた方がいらっしゃいましたら、いつでも、はい、お声掛けください。いちごの滝、いちごの滝、あ、沖さんのあのバージョンってこと。でもあれ怒られたんじゃないの、沖さん。やっぱコンプラ NG だったっぽいから、コンプラ NG になっちゃうか。 DD なんてならへんやろって1年前思ってたのに、かぐるまか。え、でも DD って認めたってこと。え、そうだったんだ。そうだよね、もういいよ。いや、嘘、そんなこと思ってないよ。今給湯器壊れた。いや、そんな急に壊れないから、もうお声掛けしないで。ウキさんのお気の湯は引き継がなくていいよ。ウキさんのね、ウキさんのコンプラはもう STU 全体で引き継いでく。こんばんは。あやまでやってたブリッジ、お願いします。お願い、なんだっけ、お願いします。
お願いしますですか。推し何人かいるけどちゃんと全員 100% のつもりだよ。それが大事。滝はギリギリセーフだったらしい。あ、そうなんだ。湯はダメなんだ。滝はセーフなんだ。滝大丈夫、ダメな気がする。認めてないから。いちご棚押しだから。え、うん、まあじゃあそういうことにしといてもいいですけどね。はい、まあそういうことにしておいてもいいですよ。また帰るの忘れてた。あ、それはもうやらかしてる。でも推しメンさんのこと私も大好き。もう本当に仲良し人間って感じで、もう本当に大好き。大好きしてくれて、髪の毛食べちゃうぐらいには好き。本当にさっきね、いいねしてくれたの、今日のクロちゃんの投稿。クロちゃんの投稿じゃない、私が投稿したクロちゃんのスクイーズの投稿をいいねしてくれたの、推しメン。優しくて大好き。お風呂のお湯ためながら寝落ちしたらリミッター効いてお湯出なくなった時。あ、え、めっちゃいい機能じゃない。いちごが世界一。へえ、世界規模だったんだ。太陽系規模かと思ってたのに。 3.75 さん、花びらありがとう。いや、ありがとう。皆さんと同じくいちごちゃん楽しです。同じくですか。あ、来たな。グー見せてさんだ。やだ、パーならいいよ。はい、この前はチョキした気がする。正直海外アイドル楽しみするのはかなり困難な話かと。まあ、そういうとこだよね。みんな人生方向音痴さん、花びらありがとう。リコチさんのファンの方だ、ありがとうございます。本当にこちらこそ、もうなんかいつでもリコチさんって感じ。いつでもリコチさんって何。リコチさんとはね、欅坂さんの推しメンとかがちょっと被ってて、なんか私リコチさんとなんか多分感性が似とるんか分からんけど、なんか結構になんか共通点をね発見しがちで、その話を前リコチさんとしたんよ。そうだからリコチさんラブって感じ。世の中の楽しい何パーセント信じますか。え、 1% 次のシングルからお話し会デビューしても遅くないですか。遅くないです、全然お待ちしてますよ。じゃあ北沢でお話し会デビューしてください。北沢がお話し会デビューの女ということで。ベンゴさん、お団子ありがとう。ぜひぜひ。人生方向音痴さん、花びらありがとう。ムービングさん、ハート。まさきさん、花びら。人生方向音痴さん、ベンゴさん、花びらありがとう。もう可愛い、もう大好き。もう無理。ガッツポーズして。もうやだって。もう首を捨てにしててレスリングやった人のブリッジだとなった。なったの。でも私レスリングやってたのさ、幼稚園生とかなの。だからもう何も覚えてないんだよね、正直。こんなこと言っちゃいけないよ、秘密秘密。世界一っていうのは太陽系を超えてる。え、そうなの。気まず、ごめん。なんかいちごの中で今一番来てる推しは誰ですか。一番、やっぱまひなさんですかね。秘密ですよこれは。谷口まひなさんですかね。世界、銀河、地球。そうなの。世界、銀河、地球なの。言葉って難しい。青木地さん、花びらありがとう。沖さんがジャパネット沖で壺買わせようとしてた。もう大丈夫なんですか。それなんか怪しい勧誘とかじゃない。グレても変わらずに押したの。グレてる今。あ、どっちが、そっちが推しメンがどっち。隼人さん、花びらありがとう。秘密なの？本人に伝えないの？え、だってもう本人に伝えたら恥ずかしい。私だってさ、先輩と話すと顔赤くなっちゃうんだよね。この前もね、なんかゆいなにチクられたんですけど、沖さんにサインもらいに行くとき、なんか赤すぎて、もう恥ずかしいですって感じ。山梨一好き。え？それは狭い、もっと広くして。自分は知らんけど、ネットで見たとき世界一は最上級。あ、そうなんだ。なるほど。そうなんだね。自分のことを宇宙大将軍って名乗ってた。宇宙、なるほど。自分がグレたらただの黒歴史。やばい。確かにそうですね。私の黒歴史は STU48 3期研究生です、行くぞーと、あとジェットコースター。これが私のアイドル人生の
黒歴史トップ2今のところ。後ろからハグしてくれ、してくれないよもひなさん。そんな人、そんななんかそんな人物でしたっけもひなさん。でも AKB さんは成田小日向さんがちょっと結構ほんまにラブって感じだし、宮添さんはなエスミレノンさんとかもほんとラブって感じだし、そう、まあ、ちょ川合さんとかも気になっちゃいますしね、うん、まあ結局一番は岡田奈々さんなんですけどね。小日向さんに伝えておきます。やばいやばい。でも小日向さんほんとにね大好きなの私。なんかX のフォローを返してくださ、私が一方的にフォローしてたんだけど返してくださってて、結構前なんだけど嬉しい普通。そうジェットコースターほんまに無理、頑張ったでしょ。うん怖いあれは。修学旅行でユニバーサルシンガポールのジェットコースター、え、ユニバーサルシンガポールのジェットコースター、横文字が多すぎる。ユニバーサルシンガポールがあるんだ。マイカさんも推し、え、な、待って待って、イコラブさんの話、なハレオさん花びらありがとう。イコラブさんは野口よりさん推し。にゃにゃじゅじゃノイミーさんはなんかちゃんさんかと思わせてのおぎはなさん。よりさんの広島、え、確かに広島のさ来てたよね。だからびっくりした、 Vlog が公開されて広島だったから、よりさんって。ゼラタピさん花びらありがとう。できた、できた、スイッチできた、できてた、青いのかった、すごい、できてない、できてると思う、できてると思う、うん、できてると思う、うんすごいでしょ、できてると思う、はい、むずいやつだよねこれ、うん、めっちゃむずいやつ、天才やん、イエーイ、僕だけの天才でした。俺の花ではありません。いちごの推しを偵察しに行く、うん、国外選択したがシンガポールと最近話題のマレーシア AKLP じゃないですか。サイン T シャツ持ってる、それはかなりラブじゃん。私のサインは持ってるの、私のサインはさ持ってるの、持ってるか、だってチェキとかねあるもんね。そう、偉いでしょ、赤ちゃん偉いねって、うん、これは野口ゆりさん手遅れコーション、いや待って、本当に最近手遅れコーション病でさ、もう全部手遅れコーションなの、もう何言ってか分かんないと思うんだけど。そう、今日のさうどんのさ手遅れコーションの話してる今日うどん食べたんよ、明太釜玉うどんを食べて、なんか釜玉焼きさ卵があるじゃん、生卵とさ温泉卵が選べるんだけど、私さ温泉卵が良かったんだけどさ、店員さんに生卵で大丈夫ですねお入れしますみたいに言われて、あはいって言っちゃってさ、え待って、手遅れだ、手遅れコーションって言ってた。え気まずい、滑ったもん、どこくわーけよーわーって感じ孫になったの。確かにポスターもだよ、確かに、じゃあいっか、うん、もういいですけどね。髪の毛切ったんですけどね、ちなみにボーボが好きって言ってましたよね。吉田のうどんのイメージ、え吉田のうどん好き、めっちゃ固いうどんがねあるよ、山梨には吉田のうどんっていう、大好き。でもあれは結構ガチで顎が痛くなるから、顎が大事な、あ大事な、ん、顎を使う大事な日とかがある前日とかは食べない方がいいかなって感じ。えもう本当にかっこいいよね野口洋一さん、こんばんは。言えなかった。二期生さんのチキナいっぱいある、そうなの、前髪ちぎれちゃう、関係ないよ ね、前髪も手遅れコーションだって言いたいの嘘だよ、君に合うと思ったんだ、この曲好き、え好き好き、そろそろ孫が欲しいから、おかしいやろ、私は友達なのに。こんばんは、イコラブは最近トリガー聞いて、えいいよね、大好き、この空トリガーだ、ちぎれ治った、えでもなんか自然復帰してきた、でも多分これ気のせいだよ。次髪、えほらお風呂とか入ったらもうさすごいことになりそう、無理、そんなことないよ本当トリガーいいよね、トリガー大好き、もう本当にねいいよね。あ気まずい、そんなこと言わないで、その手遅れコーションとか言わないで、それも髪型だから、
もういろんな髪型のね人がこの世には存在するからダメだよ、その髪の毛がないのも髪型ね。ダメだよそんな手遅れコーションとか、そんなダメだよ、もうダメ。海辺さん100個以上持ってる、え、すごガチ勢ですね。まあガチ勢なの知ってるんだけど、のゆみならまあおほろばちょっかしかしゃかんだけどわかるよ。いいよね、でもやっぱさアイドルっていうね、大好き。別の推しがイコラブケイスケが勉強してたか教えて。え、教える、イコラブさんが好きなの、推しメンとの会話聞いてたんやろ、全然話してなかったやろ。確かにめっちゃでもだいなんか別人が頭によぎっちゃっておもろいから本当に笑ってる。手遅れコーション、ああ俺も手遅れ、なんか自己申告しないで、手遅れコーションのこともうやめて、もうもうゆいな。通勤急行通過駅さん、花びらありがとう。ひーちゃんおんまゆ、おんまゆって言ってた、私がどういうこと、どういうこと、沖縄の耳がそれトリガーじゃないから、もういいよ、いいけどね。でかみちゃんテラサイド、え、あれだよね、あのなんだっけ、激レアさん、私激レアさんめっちゃ好きだったんだよね、最近見てないんだけど。持ってるのはゆいなちゃん、あこれゆいな、え、ゆいな映れないから。台湾のじゅんさん花びら、なるかりさん花びら、台湾のじゅんさんハートありがとう、 Thank you。 STU のおすすめの曲教えて、 STU のおすすめの曲、どういう系がいいかな、難しい難しい、どういう系がいいかな、かっこいい系、じゃあいろんな部門に分かれて発表していこうかな。桟橋とか言っちゃった、違う、何でしたっけ、僕は僕じゃなくなる大好き、そして僕は僕じゃなくなるがすごく好き、なんかそして僕は僕じゃなくなるって曲があるんですけど、なんか歌唱力選抜なんですよ、でめっちゃ歌がお上手な人たちが歌ってる曲なのよ。私はオカリナナさんが大好きなんですけど、ナナさんも歌ってて本当に大好きで、最近もう狂ったように聴いててめっちゃ好きで、でもヘタレたちよもうめっちゃ好きなんですよ。ヘタレたちよはナナさんが兼任解除する時の曲なんですけど、なんかもう元気が出るすごくし、うわーなんか爽やか系とかだったら風を待つとかもすごい大好きだし、でも息をする心もいいよね、選べないですよ、全部いい、片っ端から聞いてみてください。でもやっぱり一番おすすめなのは幽体離脱と金縛りっていう曲なんですけど、 STU48 の3期研究生の楽曲なんですけど、すごいいい曲なのでよかったら聴いてください。手遅れ校舎に笑わないの別人もおもろいから、リエチにもいじられたんだもんね、おもろすぎるから、ちぎり紙入り、もう私のことちぎり紙って呼ばないで、もう無理、もうやんだちぎり紙って呼ばれたから。シナモン可愛いでしょ、シナモン今キョコロヒーやって、あーあれ、あ月曜日か、そうか、そう高い、一瞬のスリルいいよね、一瞬のスリルって感じ。シマムさんバラありがとう、一瞬のスリルいいよね、ヘタレいいよね、大好き、どんなタイミング何がおもろいんや、いや酔ってないから飲めませんから、普通に。暗闇は暗闇好き、暗闇大好き、太陽は水平線の彼方を目指して、ある思いが聞いただらっかする夕暮れに、全部いい、どういうこと、どういうこと、 Very cute、 ヤッホーヤッホー。そして僕は僕じゃなくなるはサビ前のまひなさん、いや本当に大好き、もうほんまに大好き。橋から飛び込んで海を泳いで渡ろうだよね、もうほんまに大好き、もう本当に僕は僕じゃなくなるが一番好き。セールス、そうなるほどって感じで、幕張で初めて聞いた言った離脱、瀬戸内の声は毎日聞いて、いいよね瀬戸内の声は、もうなんかね、なんかもう眠くなるレベルだもんね、めっちゃ好き。いつもここに来て君と語ったって感じ。でも私の一押しはヘタレたちよと、そして僕は僕じゃなくなると息をする心と、うわー風を待つ、うわー。でもかっこいい系だったらウィッチーズウィッチとかもダンスめっちゃかっこいいしバキバキで、でも盛り上がるとかめっちゃそういう系では夢をガラス瓶もいいし、もひなさんが配信始めた
体育レコーション、そして人気は無力と思い知るの流れってこと。久保しおりさんに続く。もう違います。鼻だれいいよね。もしこの世界かな、この今日が消えたんだ。シナモンだよ。鼻だれもね、やっぱ STU が結構広がるきっかけだったし、いいよね。サンベリー、いや水短いじゃない、間違えた、少ない。もう日本語喋れないから。大好きな人と花は誰のものが好き。え、いいよね、大好きな人ね。私も大好きな人は大好きなんだけど、大好きな人はなんかもう結構カノンがあって、前の人から下がっていくとかがあって、もうそれがもう難しすぎて、私はもうレッスンでもうトラウマになっちゃって、大好きな人のカノンがそのタイミングをミスりすぎ、なんかもうタイミングをミスるともう一回っつって、もう全員でやり直しさせられるんですよ。もうそれがもう本当にもうなんかもうトラウマだよ。いろいろトラウマがあるんですよ、大好きな人。でも大好きな人は大好き、大好きな人のレッスンとかはもうトラウマ。でももう踊れるようにはなったよ、カノンもね、分かってきてる。ちぎれ髪ニックネームは嫌です。べっぴんさん、べっぴんさん、いちごちゃん、お先にお休み。あ、お休み、ありがとう、ありがとう、お休み。明日もいっぱい配信するね。リエチの方から声が聞こえんかった、あの時だけやばい。めっちゃ聞かれてるやん。先月キティさん、ミミィさん、クロミさんに会った。え、なんでキティさん、キティちゃん、キティさんなの。あれか、あそこに行ったん、あのなんだっけ、ピューロランド行ったの。そう、まひなさんとナナさん別物。いや別人でしょ普通に。どういうことかよさんも呆れるくらいに。え、いいよね、神様も呆れるくらいにって感じで、いいよね。もう全部さ、逆にさ、なんか悪い曲あるって感じで言ってない。わ、言うたやつと悲しみで押せる。え、嬉しい、そんな言ってくれて。だからたくさん披露できる機会があったらいいなって思ってる。まさきさん、花びら、台湾のじゅんさん、音符ありがとう。人間関係が、人間関係呼びやめて、人間関係。僕はこの海を眺めて、え、僕はこの海を眺めてる、めっちゃ好きだわ。確かに人間関係得意な方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。ちぎり髪やばい。ウザのダンス、みゆみゆさんの。高松愛ちゃんさん、メロンパンさん、花びら、ありがとう。そしてバカ僕じゃないが一番好きかも。え、いいよね、私も大好きなの。シンパシー。シナモンとゆいなちゃん、どっちが好きなの。うん、ゆいなちゃん無謀いいよね。無謀な夢は覚めることがない。無謀いいよね。無謀もかっこいい系だったらおすすめだし。おきさん、ネオハモレーマン踊れますか。あ、もう踊れます。はい、ね、ゆいな、押してネモハモルーマン踊れるよね。あ、うん、推しがネモハモルーマンを踊れるかどうかは私の X を見たら、まあ、丸分かりですかね。いちごの STU のセトリ X でアップできないの。え、この前したんよ、3期で公演をするならっていう体で。あれもね見てほしい。え、なんかいろいろリポストしよう。サングラスです、いいよね、みちさん。夏って感じ。じゃんちゃらちゃん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 。息をする心、ゆうたりず悲しまり、僕らの進化シュート、風を待つおすすめ多すぎる。いや進化シュートもいいよね、進化シュート。カールさん、花びらありがとう。リンゴ最初からってせ、うん、言わないよ、させられる。あ、やばい、気まずい。ニア DD さん、ハートありがとう。エジリンさん、花びらありがとう。ゆいなちゃん、ゆいなちゃん、これゆいなちゃんじゃないよ。うちがもう帰っててちょっと助かった、やばい。あ、終わりですって言って、あ、終わりましたって感じで帰ったよ。こんばんは、マクさん、レインボースターありがとう。自分も人間関係の歌って言ってる。人間関係って言ってるの、みんな。僕はこの海を眺めてるのこと。フォローありがとう。原点ね、原点もね、もうなんか原点も結構、原点は好きなんだけど、原点のレッスンを思い出したらもうなんかもう発作が起きる、発作マグナ。マックさん、花びらありがとう。一緒のスティールもいいよね。ゴシ太郎さん、花びらありがとう。え、確かにフェス、夏のフェスとかサングラスデイズやってるイメージある。あ、ナナさんに披露。 STU もいい曲が多いよね。うん、いい曲しかない、大好き。もう全部やりたい、全部やりたいけど、もうレッスンで私が頭を抱える、毎日頭を抱えることになるって思うともう怖いけど、もう曲はもう本当に大好き。レッスンが怖いだけ、レッスン恐怖症。ニアの金や、ニアの子がゲーム。いちごとさらちゃん、どっち先にしようとした。
迷ったの確かに隣だと気まずいよね。ツアーの時のミス覚えてる？え、覚えないで。普通に原点もさ、めっちゃ時間がなかったんよ。マジ短かったね。やばいよね。普通に原点の練習時間短すぎて、なんか前日に 2.5 期さんに、なんかリオさんとかが教えてくれて、前日だよ、もう前日にリオさんの踊ってる動画を撮って3期の中で共有して、そうリオさんの動画見て、もうなんかしかも全然違うの振りが、もう泣きそうだった。花垂のダンスリリックの動画、え、いいよね。あのめっちゃ白いとこで撮ってるやつだよね。チャンチャランチャンチャン。ヒータンセンターの無謀ね。ヒータン確かに無謀のイメージあるよね。ちょっとそう前日でもう本当に汗汗出した。でもさ、何も後悔なんかあるわけないっての方がやばくなかった？あれもうやばかったね。あれやばくない？あれこそ本当にやばかったよ。超ギリギリ、うん、数日前とかに、え、ガチでやばかったっす。急に決まった。この終わりかと思ったけど、ナナさんナナさんと思って頑張りました。ツッコン北沢専属カメラマン、北沢専属カメラマン、じゃあいっぱい撮っていっぱい撮ってピースしとくね。ヤヒーさん、ピピンさん、花びらありがとうございます。グンナイグンナイ。サイさん、誰もありがとう。振り覚え悪いが前日とかありえない、コーナー、いやそうよね。でもやっぱそういうところアイドルってすごいなって思う。あと3分ウルトラマン、多分やばいやばい、ウルトラマンにならなきゃ。間違えた。おやすみおやすみ。わたあめさん、花びらありがとう。じゃあそろそろランキング読んどこうかな。先に大物コメンテーターヤンヤンが現地戦でやったから振りめっちゃ知ってる。そうなの。ミニバードさん、花びらとお団子ありがとう。ということでちょっとランキング読むね。先に15位から読みます。15位がマクさん、14位がミヤティさん、13位がユちゃん、12位がミヤヒーさん、11位がキヨシさん、10位がブンゴさん、9位がナルカリさん、8位がマツさん、7位が人生方向音痴さん、6位がヨシコッコくん、うん、5位がスノーリンリンさん、4位がリキーヌさん、3位がヨシヒロさん、2位がリンゴさん、1位がキュウさん。ありがとうございました。ありがゆいには何か食べてますか？あ、レモンスカッシュの飴を食べ、うわ飛んできました。これです。ぴょんぴょん、花びらありがとう。マクさん花びらありがとう。そう、今ショールームのキャンペーン中でして、30万ポイントで自分でアバターが作れるので、アバター作りたいのでよかったらお願いします。あの季節のギフトお願いします。花びらギフトも、花びらギフトは新人枠もどっちも対象なので、よかったら花びらをくれたら嬉しいです。ミネバードさんありがとう。ありがとう。そう、今日は2回配信でしたが、ありがとう。市川新人枠6位だね、嬉しい、ありがとう。じゃあ3位、4位、4位以内、4位、なんか4位以内まで今回はなんかあったんだ。4位以内を目指して頑張りたいと思うので、よかったら配信これからもこの期間見てください。フクタンさん、花びらありがとう。タンさん、1位は横にいる人、そうだよ、おやすみ。なのでアバター頑張るのでよろしく。タンタンさん、花びらありがとう。気がついたら来て、優しい。人生保護さん、フォローありがとう、嬉しい。そんなやっぱりこちさんのファンの方は心が優しいですわ。ありがとうございます。こちらこそ。また明日もちょっと多めに配信できたらしたいと思うので、できるだけ配信しようと思うので、よかったら花びらください。明日も好き、やった。今日は、明後日も OK 何も答えてないのに。おやすみ、ありがとう。またね。ラーメンを食べたいと思います。だから肌荒れるよね。おやすみ、ありがとう。また来るね、ありがとう。待ってます。またありがとう。バイバイ、おやすみ。髪ふさふさになっちゃったもん。バイバイ、ありがとう、おやすみ。また明日。北沢が今日は夢に出てくるよ。この顔の北沢が夢に出てくるよ。こうやって本当に出てきたら教えてほしいけど。バイバイ、ありがとう。花びらも、おやすみゴッティ、おやすみ、おやすみ。花びら待ってます。おやすみ、おやすみ、おやすみ、ありがとう。